はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ファットライダーです。で今日はですね、ツーリングの行き先はどういうふうに決めているのかということについてですね、お話をしていきたいと思います。皆さん、ツーリングはどれくらいの頻度でどのあたりに行っていますか？私はですね、月に2回遠出というツーリングをさせていただいておりまして、行き先はですね、だいたい自分で決めてます。ソロで行くときもあるし、マス2で行くときもあるんですが、だいたいですね、私が行き先を決めていて、で一緒に行かれる方にですね、こんな経路で行きたいと思ってますってメールを送ります。それで了解っていう感じで、ツーリングコースマス2で行くときはですね、こんな感じで決定するような感じですね。でソロで行くときはもう一人なので、自分の行きたいところを自由気ままに流すというような感じになっています。でこの行き先についてはですね、私神奈川県に住んでるんですが、あんまり泊まりでは行ったことないですね。というか泊まりでツーリングは私は行ったことないんですが、日帰りで朝夏場は6時、冬場はですね7時に出発して、で日が沈む頃にですね家に着くようにですね心がけてコースなんかを決めています。なので行き先もですね、それに見合ったところをですねチョイスしてツーリングに行ってるというような状況ですね。でこの行き先なんですが、私はですね、本とかあとネットですね、ネットが8割本が1割っていう感じですかね。そんな形でツーリングの行き先を決めております。前回挙げた千葉県の内房のツーリングなんですが、これもですねネットで検索して、でちょっと行ってみたいなっていうところが、何箇所かあって、その周辺でまた何かないかなと探して行ってるような感じですね。それがなんか一番楽というか、ツーリングを行く時のですね行き先を決定しやすいのかなというふうにですね個人的に感じておりまして、何かメインのところを見つけて、それプラスその周辺で見たいところがあればそれを見るという流れになっているのかなというふうにですね思いますね。私のツーリングプランはですね、でもっとですね、なんて言うんだろう、コアな部分、レアな部分なんかもね行きたいんですが、そういうところってなかなかネットとか本には書いてないんですよね。人伝いにここのこういう場所すごい良かったよっていう情報を教えていただいて行ったりしてますね。職場にもですね何名かバイク乗ってる方がいるので、そういった情報を元にですねツーリングコースプランを立ててツーリングに行ってるようなところですね。皆さんはどんな風にツーリングコースとかツーリングプランを立てられてますかね。いろいろな行き方とかですねあるかと思うんですが、ちょっと冬場になってしまうとやっぱりですね、山の方はですね行くのは厳しいので、必然的にですね、千葉県とか静岡県で、私住んでるの神奈川県なので、神奈川県であまり行ったことないところを行ってるような状況ですね。で夏場になるとですねやっぱり行動範囲が広くなるので、上は長野、福島で、西は愛知の手前まで行っちゃったりとかしますね。ただやっぱり時間にも限りがあるし、家族にもすごい迷惑をかけてしまうので、なるべくですね日が沈む頃には家に着くようにしています。関東のこんなところいいよとか、行った方がいいよとか、おすすめの場所がご視聴者の方でありましたら、コメント欄にですね場所を教えていただけたらなというふうに思います。結構やっぱりツーリング行くの楽しいですよね。一人で行っても楽しいし、マス2で行っても楽しいし、その土地の風景とか、匂いとか食べ物とか、そういったものをですね感じ取ることができるのでいいなというふうに思います。
前回ですね動画で上げた千葉もですね、いきなり知らないおばさんからですね、神奈川から来たの、一人で寂しくないのって言われたんですが、バイク乗ってれば一人でも寂しくないですよというふうにですねお答えして、あらいいわねって言って去っていきましたね。とても面白いおばあさんでしたね。というわけでツーリングはですね、近くでも遠くでもですねとても楽しいなという感じがしますね。ここは行かない方がいいよとか、あそこは危ないから行かない方がいいよというよりは、まあ一回行ってみて自分で見て感じて、それをですね新しい方面で発信できていけたらなというふうに思っております。またですねこれからもですねいろんなところにですねツーリング行って、その動画をですねアップしていきたいと思います。ということで今回はツーリングの行き先はどういうふうに決めているのかという疑問についてですね自分なりに考えてみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ファットライダーでした。また見てね。